海全員は、和歌山県和歌山市和歌浦中にある日蓮宗の寺院である。六百四十九年、徳川家康の三十三回忌の際、養詩院が芋瀬山に、ホッ行を諸者した、教席を収めた石室を作り、その上に小動を建てたのが宗師である。洋玉院に賛同した、ご水のお上や庶民など、身分を問わず、全国から教席を集めて総数は二十万個に、 なったという、陽玉院の没後、1653年に、紀州藩主、徳川頼信は、衝道を二層の多方島に改築し、拝殿とから門を、建立した。その後、陽主寺の末寺になり、紀州徳川家の庇護を受けていたが、明治維新で、江戸幕府が滅亡すると、六を失い荒廃していき、段下のない海全院は多方島を残すのみとなった。明治時代に、 紀州徳川公爵家の意向で、海全員は、元山法恩寺の末寺となった。1967年2月14日、和歌山市指定文化財となった。法恩寺並びにその段階有志が1994年から1996年まで3年がかりで、痛みの激しかった多方島を解体修理した。2002年、法恩寺出寺長見会全員住職となった。 松本恵美は市民団体芋瀬山五次検証会を設立し2004年にヨータマが埋めた教席の再調査を行い過去に発見された文を含め15万個以上が存在することを確認した家康だけではなく戦死した国内の多くの人々を供養する意思があったことが石箱に刻まれた名文から判明したまた芋瀬山五次検証会が共同を再建したただし 芋瀬山五次検証会は、市民団体であり、海全員に帰属する団体ではない。2008年6月24日に三段橋と共に、芋瀬山が、和歌山県指定文化財名称、史跡和歌の裏として指定された。芋瀬山と三段京和歌川川口に浮かぶ、妹瀬山は、周囲250メートルほどの小島で、相模の江の島、大海の畜吹島、それに、秋の五福島と並ぶ、 水辺の名称であった。この妹瀬山について、紀の国名称図は、国祖君御造営あり、三つの橋を渡し、山の巡りは石を畳みて、平地とし、山上には、宝戸を高くそびえ、石橋下りで、水路をあり。南は何、アフわカの、裏、当面はなぐさ山なり、山水絶妙、言語に耐えたり。かかるやことなきご聖地なるも、下民の有いとを許され、 四季折々の寒暖なく、ここに都度火集まり、おのが様々楽しみ共図。ある人ぜを、文王の言に必須、またよろしならずや。と記す、イモセさんの西側には、左岸星、高欄付きの三段鏡が掛けられている。県内最古の石橋で、イモセさんを整備した、慶安期に建造したものである。紀の国名所杖に、古は、甲州西古の六橋の面影ありて、風景ま妙にして、 相関足らずということなし。と記されている。聖子は、白、虚偽や祖食の詩文に謳われ、由来、時として遠隷な美女に、あるいは、新鮮の教育に見立てられてきた、中国有数の継承地である、三段橋の欄干、遺体し、橋桁、橋脚などが、西子を模したものと言われている。三段橋は、何度か補修されているが、 橋の原型そのものは四世紀にわたって崩されることなく、京まで継承されている。三段橋を妹瀬山へと渡ると、その正面の右側のボ文大木碑がある。かつては、京王道と呼ばれる、小道の中にあった。さらに、南側の磯辺の道を行くと、東向きに水中に未開閣が立っている。三段橋と同じ時期に、頼信により建造されたものである。 日の国名所前には、山水絶妙、言語に耐えたり、かかるやことなきご聖地なるも、下民の誘等を許され、四季折々の間だなく、ここに都度火集まり、おのが様々楽しみ共図とあり、未改革は四季を通じて民衆に解放されていた。ここから石段を登ると多方塔の前に出る。多方塔の下には、石室があり、この中に、北ッ行の、 大木が書者された15万個を超える教石が埋納されている。この教石の埋納は、徳川家康の33回期である1648年6月8日を、期に、家康の側室で、徳川よりの部の聖母である養主院が、主上の慰霊救済と、天下性質を祈って発願したものである。この情報には、ごみ図の上皇から民衆に至るまで、 また、相続を問わず多くの人々が参加するところとなり、教席の大木数の合計が250万に達したことをもって、1649年情報は成就している。教席が埋納された場所には、教席埋納供養の由来が刻まれた大木費が増流され、1655年には、養主院の菩提を弔うため、多方等が建造されている。 この教石前の事業は、上皇から庶民に至るまで、帰線の上下なく大勢の人々が参画したもので、あるが、江戸時代初期にあって、階級を超えて、多くの人々が参画した、このような法事は、我が国の歴史の中でかつてなかったことであり、大目秘にも、このことは、英両英史天税前代未聞聞聞耳と記されている。境内はかつて、芋瀬山全体であったが、 現在は多方島の周囲330平方メートルのみになっている。また、三段橋や和歌山城と同じ質味であることや、手すりなど建築面での価値も高いことが分かってきている。ありがとうございます。